じゃあ最初はじゃあオープニングハーフをやっていきたいと思います。じゃあ最初のページを見てください。まあ、見なくてもできるんだけど見てください。で、まあ目次なんだけど、まあ、最初になんか順番なんだけど、なんか1つ目にロールオブオープニングハーフ、オープニングハーフはなんか何をするのみたいな。で、2番目になんか How to prepare it the BP です。なんかどういうふうになんか BP スタイルってものをなんか準備していくの。で、3つ目になんかストラクチャルに関する Tips アドバイスです。4つ目になんかポイント、要するにポイントインフォメーションって言って、まあ、みんなも多分 LA スタイルとかでやったことあると思うんだけども、その BP スタイルにおいてなんかそのポイントインフォメーションっていうのは本当にすごい重要な役割を果たすんだけど、そのポイっていうものがものをなんかオープニングハーフとしてなんかどういうふうに使っていくかっていうものをなんか見ていきたいなっていうふうに思っています。で、最後になんか一つ、まあ、コメントな感じです。大丈夫ですか。はい、まあ、ちょっと行く前にちょっと忘れてたんだけど、とりあえず自己紹介を。自分はあの岩崎直樹って言います。なんか外国人でも何でもなくて、はい、ハーフでも何でもなくて、はい、なんか鎌倉出身の日本人です、完全に、はい、あの帰国子女でもないので、もうもはや完全に日本語で話しかけてください、まあ、全然質問とかレクチャーレクチャー中、まあ、あのちょくちょくなんかその例えばあの1とロールオブオープニングハーフとなんかハウトゥープレパーみたいな間になんか質問をなんか随時受け付けていこうかなと思ってるので、その時になんか分からなかったらどんどん質問してください。なんか一つ一つやっぱりなんか消化してほしいなっていうふうに思います。あ、で、あの成蹊大学で今3年です。で、ちなみに彼は早稲田大学3年の、まあ、そうです、林さん、お願いします。彼は DD の彼と DD のDD です、はい、よし、じゃあ最初に始めていこうと思います。ロールオブオープニングハーフ。なんか変な写真がなんかたくさん使われてると思うんだけど、これ気にしないでください。はい、なんかまさくんがあのパワーポイントが得意なので、頼んだらなんか勝手に俺の写真を使われまくってる。なんか別に決して俺が目立ちたくて俺の写真をたくさん使ってるわけじゃないってことをまあ理解していただきたいなっていうふうに後で書いておきます。よし、じゃあ最初にプライムミスター。と、あの OG のロールです。なんか基本的にオープニングハーフっていうものはなんか NA スタイルの、まあ、やり方と似ています。ただなんか OG、まあ、最初から今 OG から見ていくんだけれども、なんか OG にすごいなんか重要だなと思うのが、なんか他の多分あのスタイル NA スタイルとかなんかエージャンスタイルもまあ同じなんだけれども、特になんかケースセットっていうものがすごい重要になってくるのかなっていうふうに思います。っていうのもあの BP っていうものはなんかロジックだけの勝負じゃなくて、なんか基本的に例えばなんか NA スタイルとか、 なんかエージアンスタイルとかはなんかロジックで追ってって、なんか一つのアーギュメントにリフュートがいくつか来てて、なんかそれがどれだけエフェクティブなのかみたいな、そういうのをロジックで見て結局こっちの方がロジックが強いみたいな感じでなんか勝負を決めるんだけれども、その BP っていうのはそのロジックレベルの戦いだけじゃなくて、そのコントリビューションって言って、なんか一つのアナリシスの重要性だったりだとか、どのサイドが一番説得力があったのか、まあ、どういう意味かっていうと、そのどのサイドが一番モーションを否定もしくは肯定する上で一番説得力のある話を出していたのかってものがなんか結構クライテリアになってくる。なそれをまあコントリビューションって言うんだけれども、結構コントリビューションっていうのがなんか BP においてはなんかすごい重要なクライテリアになってくるなっていうふうに思います。で、OG なんだけれども、そのディフィニッションっていうものは一つの OG のなんかコントリビューションにすごい含まれます。逆に言うと、その OG がそのディフィニッションっていうふうにその OG に望まれているロールをなんか果たさなかった場合はなんか結構ピーナライズされてなんか順位を落とされるっていうことも結構ありえます。で、なんでかっていうと、なんか BP のスタイルっていうのは結構4チームもあるから、なんかどこのチームが1位、2位、3位、4位みたいにクリアになんか順位が出ることっていうのがなんか結構なんか珍しい。なんかジャッジ3人とかいると思うんだけれども、基本的に全員が同じ順位になるってことはほとんどないから、なんか結構なんかこのチームとこのチームはクリアだったけれども、例えばなんか1位と2位はクリアだったけど、なんか3位、4位の OG と O はなんかクロースですみたいなケースが本当に多々ある。
そういう時になんかどういうところを見られるかっていうと、やっぱりケースセットみたいなところを見られて、なんかそういうふうな理由だけでなんか落とされたりだと か, なんかケースセットうまくできてたっていうで、なんか議論のベースを作ってたってだけでなんかちょっと上に上がるみたいなケースっていうのは本当に多々存在するから、なんかこういうふうに OG がなんかケースセットをなんかある程度うまくすることをなんかリクワイアされてるってことを認識した上で、なんかそのディフィニッションっていうものは他のスタイル以上に気をつけてください。なんか具体的に言うと、その例えばあのポリシーっぽくするんだったら、なんか This house みたいなのは、まあ、ある程度ジェネラルに言った後に、例えば Particularly we are talking about みたいな、こういう国でやってますみたいな、なんかある程度なんかエグザンプルのなんかどういう国でやりますみたいな For example の話をなんかすればいいんじゃないかなと思います。例えばなんかそのコートがウェルファンクションしてる国でやりますみたいな、エレクションがなんかウェルファンクションしてる国でやりますみたいな、例えばユナイテッドステイツのアメリカですみたいな、ジャパンですみたいな、コリアですみたいな、こういうところでディベートをしますみたいな、最初にちょっとジェネラルに言った後に、例えばこういう国を想定してくれるとやりやすいよねみたいな感じで言ってあげると、なんか結構コンテクストがクリアになるのかなというふうに思います。例えばディベロッピングカントリーとかいうのでも、なんかその結構幅があったりはする。そのアフリカでやるのと、例えばタイランドとか、なんかマレーシアとか、なんかサンハをディベロップしてるカンパニー、なんかカントリーでやることは、なんか結構その状況が本当に違うし、なんかもしそこをディファインしないで、なんかそのディベートに突入すると、なんかガバメントじゃなくて、そのプロポジション側と、なんかネガティブ側の、そもそもコンテクストが完全にパラレルになった状況で、なんかディベートが進むことがあって、なんか結果としてなんかディベートが発展しなかったみたいなケースっていうのはよくある。そういうのっていうものはなんか BP の場合はなんかこれはなんかガバメントがあまりケースセットをちゃんとしていなかったからだみたいな感じに取られて、なんか順位を下げられるっていうこともあるので、なんかある程度僕は気をつけてください。まあ、これがなんかその OG にまあユニーク な, なんかケースセットが重要なところで、まあ、次はまあ同じで、まあ、プライムミニスターの時点で、まあ、もちろんアーギュメントをプレゼントするみたいな、ここは MA と同じで、ディプティープライムミニスターもなんか基本的にはなんか LA のロールと一緒、まず相手のアーギュメントにリバットして、なんかリフュートして、で、マイパートナーのアーギュメントが崩されてたら、そこに対してちゃんとリスポンスをする。で、マイパートナーのアーギュメントを立てた上で、新しい、まあ、アーギュメントを立てた、言うだったりだとか、そのパートナーのアーギュメントを詰めて、例えばアナリストとかユニークネスとかを詰めて、なんか強くするみたいな感じ。ここはなんか、普通の NA とは変わらないと思います。で、何がその NA とは違って DP で本当にユニークに大事かっていうと、なんか、OG の時点である程度、なんか例えば向こうのディプティリーダーオブポジションが言ってくるマターとかリスポンスとかを予想して、ある程度そのアーギュメントとかアナリストを詰めていくっていうのが本当に大事になってきます。どういうことかっていうと、なんかその NA とかとは違って、なんかその BP っていうのは、なんか OG っていうのはリプライの機会が与えられてないから、なんかディプティリーダーオブポジションに が出してきた新しいリスポンスと か, なんかアーギュメントとかに対して、アナリストとかに対してそもそもエンゲージができない OG は。だからこそなんかそういうのを見越した上で、もう自分たちが例えば OG で出したアーギュメントと か, なんか主張に対しては、そのディプティープライムミニスターの時点でもうそのアーギュメント の, なんかそのスペリオリティ、要するに優劣に関して決着をつけておくっていうのが結構重要かなっていうふうに思います。どういうことかっていうと、その例えばなんかディプティなんかあのガバメントがあるアーギュメントを出したみたいな、で向こうはなんかカウンタープロダクティブみたいな話してきたみたいな、逆効果だみたいな、でディプティプライムミニスターがなんかそこがクラッシュしてるところをもう見た、もう分かった上で、なんかそのどっちの方がもう良くなるのか状況はみたいな、ただ単にリフュートするだけじゃなくて、もしそれが立ったとしてもって仮定して、なんかどっちの方がいいのかみたいなコンペアをそのディプティープライムミニスターの時点で入れるっていうことは、なんか非常に重要なのかなっていうふうに思います。なんかポイントは、なんか自分たちで出したアーギュメントをなんか OG の時点でもうここは俺たちがもうスペリアでもう終わってるみたいなことをなんか結論付けるっていうのは非常に重要かなっていうふうに思います。なんか理由は2つあって、なんか1つ目になんかディプティーリーダーオブポジション
がなんかもちろん自分たち の, そのカウンタープロダクティブみたいな話を出してきたとするとなんかカウンタープロダクティブな話を絶対立ててくる、そのリスポンスをしてからもしそれが立ったとしてもこっちの方が勝っているよねみたいなコンペを終わらせておくことでもしそういうのが来たとしてもなんかある程度対抗ができるっていうのが一つ目と、なんか二つ目にもしなんかオープニングの時点でその例えばクラッシュポイント、例えばなんか経済的に良くなるのか悪くなるのかみたいな話がなんかオープニングに出てたとすると、そこがなんかすごいデイグになってる、どっちが勝ったか分かんないなみたいな感じになってる時にそのままクロージングに移行したりすると、そのオープニングが出したまた自体をなんかクロージングに取られる可能性がある。例えばそのオープニングではなんかこことここはなんか結構水かけになっててどっちがいいか分からなかったよねみたいな感じだから、クロージングは新しいアナリストを出した上でなんかコンペアしますみたいな、で、ガバメント側の方がなんかこのエコノミーっていう風な問題に対して優れているってことを証明しますみたいなエクステンション出されて、なんか結果的にウィップで、いやなんか俺たちのクロージングガバメントサイドが結果的になんかメインのイシューだったエコノミーどっちにとっていいのかみたいな話に対してちゃんとなんか集結させたし、なんかそういう、それで、それが原因でなんか俺たち勝ったよねみたいな見せ方をされると、せっかくオープニングでそういう議論が出てるのに、なんか最終的にクローズングに持ってかれちゃうみたいなケースがなんか結構 BP では多々あるから、その自分たちが出したアーギュメントっていうものは自分たちでなんか一応そのオープニングの時点で一応終了させておく、コンペアを終わらせてっていうのが重要になってくる。結局何が本当に重要かっていうと、あの NA、まあ、コンペアっていうのはなんかエージェントとか、 なんか NA とかでも大事だと思うんだけれども、絶対に BP のディプティはそのコンパリソンを入れてください。どっちの方、どっちのなんかパラダイムの方がいいのかってことをなんか説明してください。あ、まだ1枚だから。まだ1枚だったの。あのスライドを移行するときはなんか次行きますみたいな話っていうか、今 OC のロールです。よし、じゃあ大物ロールいきますそうだね、なんかあのオープニングの意識としてはなんか今応じて話した意識となんかほとんど変わらない。なんか基本的にその王が出したマターに対してはもちろんクロージングの例えばメンバーオブガーメントっていうのが絶対になんかリフュートしてくるわけじゃん。まあ書いたら分かりやすいか、分かる、はい、そのポジションまあ、基本的にはなんか同じ、まあ、これもあのオープニングオポジションはなんか NA のスタイルとは基本的には同じです。もう相手の出してきた例えばハームに対してなんかオポジションとしてどういう風なスタンスでいくのか、例えばそもそもハームはなんか存在してないのか、それともハームをアクセプトした上でいやでも AP に起こるハームの方がやばいよねみたいな話なのか、ハームをアクセプトした上ででもそれって別に許されることじゃねえ、そのハーム自体をジャスティファイすることなのかみたいな、そういうふうなまずスタンスはなんかオポジションの時点でなんか出した方がいい、その相手に対するハーム、相手の出してきたポジティブハームに対するスタンスは明確に出した方がいいと思います。で、まあ、もちろんリフュートをする、でプレゼントアーギュメントをする、まあここはあんまり変わらないです。で、さっきちょっと何を言いかけたかっていうと、なんか基本的にやっぱあの何回も言ってるようにその BP となんか他のスタイルは何が違うかっていうと、なんか自分たちが出したポジティブマターに対してなんかエンゲージをちゃんと立てる機会をなんか最後まで与えられないっていうことがなんか結構大きな違いになってくるのかなっていうふうに思います。なんか例えばなんか OG が出したなんか新しいポジティブマターに対してこっちがリスポンスしたとしても、このリスポンスに対するなんかリスポンスってものはもう OC は機会が与えられてない。もし NA だったらなんか リプライっていう形である程度エンゲージができたとしても、で、もちろん OO が出した新しいポジティブマターには、 OO が出したそのメンバー CG のまあメンバーがまあエンゲージするんだけれども、結局こいつが出したことに対して OO はなんかリスポンスすることができない。だからこそなんかオープニングでこれは本当になんか何回も言ってるんだけど重要なのは、ちゃんとなんかもう自分たちが出したアーギュメントはなんか集結させておくこと、これはなんかディプティリーダーオポジションでもディプティプライムミニスターでも結構同じこと、要するにそのオープニングの時点で自分たちが出したアーギュメントは集結させること、まあ、これはオープニングオポジションでも同じことです。
もちろんコンペアもしてください。どっちの方が結局オープニングでなんか結局どっちのなんかこのクライテリアにおいてどっちの方がなんか優れていったかみたいなです。まあ基本的にはオープニングのロールの流れはこんな感じです。で意識した方がいいのが、あのオープニングディベートにおいて絶対に対面を倒すっていうのは意識しておいてください。対面っていうのは何かっていうとここです。なんかオープニングハーフで相手に要するに王だったら王子に絶対勝つみたいな、王子だったら王はとりあえず潰すみたいな、でオープニングでとりあえず勝っておくことっていうのはなんか本当に大事なので、いかにこのオープニングディベートにおいて俺たちが勝っているのかってことをなんかジャッジに印象付けてオープニングやる場合はなんか終わってください。よし、じゃあ次のページいきます。 OG 用の目標は4チームの中で一応でこう、なんかオープニングですごいなんか有利なことっていうのはもちろん、なんかそのモーションから出てくるメインな話ってものを絶対になんか他のチームとは関係なくすごい言えるってこと、まあ、どういうことかっていうと、クローズディングハーフはもしオープニングがなんかすごいあの普通このモーションなら言うだろうみたいな 話をなんか結構言えないケースが多いっていうのも、まあオープニングが出してしまうからし、逆に言うとオープニングがそういう風な話を出さなかったらなんかクローズイングがなんかそういう風なメインになる話をなんか出してしまう。だからこそオープニングでなんか1位を狙うためにはいかにそのモーションから出てくるメインな話っていうものを逃さないようにちゃんときちんと立てるかっていうことです。まあ、どういうことかっていうと、なんかオープニングではそんなすごいなんかテクニカルな話をする必要はないです。ちゃんとなんか当たり前の話をきちんとメカニズムを忘れずになんか証明することが基本的には大事です。例えばなんか一つのアーギュメントがあったとしても、まあこれでなんか SQ の分析みたいな、まあこれがメインに言うべきことみたいなあるとする。でこれメインに言うべきことはなんか OG がなんか言い切ったとして言ったとしても、例えば AP のメカニズムがなんかちょっと欠けてるみたいな、オープニング時点でだけでなんかその AP のメカニズムをクローズイングになんか持ってかれるだけでなんかクローズイングが結局勝ったみたいなことにすごいなります。例えばオープニングの時点ではなんか結局アグレン立ってないよねみたいな、メカニズムがなんかそんななかったみたいな、なんかオポジションからも疲れてたみたいな、でもクローズイングがちゃんとなんかそのこのアーギュメントのメカニズムを詰めたからなんかクローズイングがトップになりましたみたいな感じで負けることは本当によくあるから、ちゃんとアーギュメントを出したらちゃんと丁寧になんかそのクローズイングになんかその欠けてる部分を持ってからないように意識してやってください。そんなたくさんアーギュメントを出す必要はなくて、なんか新しいアーギュメント出されたら困るなみたいなことで、ちゃんとメインとなるアーギュメントをきちんと立てるのが大事ですっていうのも、なんかたくさんアーギュメント、まあ、確かにちょっと言えるアーギュメントがなんかあのクローズイングに残ってたとしても、もしメインとなるアーギュメントを完全にきちんと立てれてれば、なんかもしなんか他のアーギュメントを組んで立ててたとしても、こっちの方がメインだから、でちゃんと立ってるから基本的に勝てる、こっちの方が良かった、こっちの方がメインだったし、こっちの方がちゃんとなんか普通に立てれてたし、こっちがちゃんと立てれたとしてもこっちの方がメインだからなんかこっちが勝つよねみたいな。だからちゃんとなんかコアとなるアーギュメントを探した上でそのメカニズムを詰めて当たってるってことは本当に重要です。まあ、あとはでいかにそのクロージングになんか話を持ってかれないかっていうのは、まあ今言った通りすごい大事なんだけれども、まあ、するかっていうと、なんかモーションから出てくるモーションから出てくるてかモーションにあるまずワーディング、要するにワード、例えばその例えばレリジョンとか書いてあったらレリジョンみたいな、パーリアメントとか書いてあったらパーリアメントみたいな、クォーターとかだったらクォーターみたいな、ワーディングをちゃんと逃さずになんか分析することがなんかまず一つ目にすごい重要っていうのも、なんか BP においてはなんか一つのワーディングをなんかユニークリに分析しただけでなんか1位を取ることっていうのが非常に可能性としてはある。例えばなんかその、まあ、これがなんか
その例えばなんかウォーマンにクォーター与えますみたいなバリアメントリーみたいな。でなんか話したらウォーマン持ってる困ってるみたいな。すごいなんか話したんだけどなんかジェネラルだったみたいな。まあとりあえずウォーマンが困ってて AB で良くなるみたいな。でもなんかクローシングがなんでなんかパティキュラリーなんかパーリアメントにおいてクォーターが大事なのかだったり、なんでそのウォーマンのクォーターっていうのが大事だったりとか、なんでそもそもクォーターがなんか大事なのかみたいな、そういう風なベーシックな、誰がなんか現状困ってて誰が AP でなんか良くなるのかみたいな話は出されてたとしても、なんでそのなんか概念ってものがこのなんかワーディングを分析することでこのモーションにおいてこのラウンドにおいてなんかすごい大事なのかみたいな話がなんかそのワーディング一つでできる。なんでパーリアメントがパティキュラリー大事なのかみたいな、ウォーマンにとって。だからこそなんかクローズインにそういう話を持っていかれないように、きちんとなんかモーションに出てるワーディングってものをユニーク、要するにユニークリーになんでこれが大事なのかって話をなんかオープニングでなんか出しておくっていうのは、そのオープニングが高い順位を取る上で非常に重要となってきます。で、まあ、これはもうちょっと後で説明するんだけれども、あのワーディングみたいな、ワーディング分析みたいなのは、そのワーディングだけじゃなくて、そのモーションか、なんかラウンド、そのモーションをなんか説明する上でなんか出てくるなんかアクターをなんかよりユニークに分析することも大事です。どういうことかっていうと、例えば今のクォーターみたいな話だったら、そのウォーマンっていうものはあの現状俺たちが今回ディベートしてるコンテクストにおいてなんかどういうふうなアクターなのかみたいな。例えばなんかこういうのを話すってことは、ある程度なんかウォーマンに対してディスクリミネイティブ なんかソサイティでみたいなクォーターが必要なみたいな。でそういうところに住んでるなんかウォーマンってものはなんかどういうアクターなのかみたいな。でそのマンはそのウォーマンをなんかどういうふうに見てるのか、そういうソサイティでみたいな。とかなんかそのモーションに出てくるアクター、要するに人ってものをのユニークネスをなんかすごい出してあげて分析して入れるっていうのは本当に大事になってきます。なんかその分析だけでもクローズングに持ってかれる可能性がある。例えばエデュケーションだったらなんかチルドレンのユニークネスを出しただけでなんか忘れただけでオープニングがで、クローズングが出しただけでなんか持ってかれるケースも多々あるです。これがなんか基本的にその OG を、要するにオープニングハーフがなんかクローズングに負けないようになんか高い順位を取るコツかなというふうに思います。よし、次のページいきます。まあ、このなんか変な写真を無視してください。で、なんか NA で1になるためには CGO、使用よりモーションの肯定否定に貢献しなければならない。なんかさっきも言った通り、なんか BP はなんかロジックだけで勝負が決まるものではない、まあ、そのエージアンとか NA がロジックだけで決まるかって言ったら、そこもまあコントラバーションなんだけど、まあ、特になんか BP とかっていうものはなんか本当に貢献で決まる。で貢献っていうのは何かっていうと、さっきも何か何回も繰り返してたけど、そのモーションを肯定または否定する上でどれくらいそのアナリシス、アーギュメント、エグザンプルがなんか大きい要素になったか、大きいなんか決定要素になったかみたいなところです。でそこになんかこれ書いてあるなんか一番右のところ、オープニングハーフのすべきことなんだけれども、これがなんか基本的にオープニングハーフのなんかコントリビューションを上げることなのかなというふうに思います。で一つ目にワーディングとアクターの分析の徹底、今ちょっと話したので、二つ目になんか相手が言ってくることにあらかじめクラッシュさせるっていうことの意識で、三つ目にコンペア、まあ、ちょっと今までちょっとずつ触れてたんだけど、じゃあ順番にこの三つを見ていこうと思います。じゃあ一つ目のワーディングアクターの分析の徹底、遅い、大丈夫で、よし、じゃあなんか文字がたくさん書いてると思いましょう。まずなんかモーションをまず見て、なんかさっきメインになるアーギュメントみたいな話したじゃん。でこのメインになるアーギュメントってなんかどういうふうに決まるかみたいな、まあこれアクターの分析なんだけど、まずなんかここにちょっとケースモーションが書いてあるみたいな。 This house never prosecuted exorcist priest and witch doctor for any injury and accident that occurred from their performance to reach out みたいな、なんかよくわかんないなみたいな、なんか長いみたいな。これなんか DBS で出たんだけど、あの今年の
これエイジアンの保証人だね。やだけどなんかワーディングが多いみたいな。なんかワーディングが多ければ多いほどなんか結構ガバメントの特に OG のなんかバーデンが結構多くなる。バーデンっていうのは正面責任だったり機械やることに。なんでかっていうと今言ったみたいにそのワーディングが多ければ多いほどやっぱりそれに対してなんかユニークな話をしなければいけない。 OG としてもししなかったらクロスに持ってかれてしまう。例えばなんかそう、例えばなんかエクソシストなんかプリーストみたいなそういうレリジョンになんか関係してる人たちみたいな、ウィッチドクターみたいな、なんかそうするなんか今現状でなんかそいつらのレリジャスフィーダムがみたいな話を例えばなんかしたとしても、例えばクローズなんかもし例えばなんかプロセキュートみたいなネバープロセキュートみたいなここに書いてるようなワーディングを分析しなかった場合、クローズングに例えばなんでプロセキュートしないことが大事なのかみたいな、っていうのもプロセキュートっていうのは別になんかパニシメントじゃないんだよね。訴えるだけみたいな、その審査するみたいなコートで。なんでそのパニシメントとかじゃなくてバーンとかじゃなくてなんでプロセキュートなのかみたいな、なんで俺たち、まあ、AC はそのなんかプロセキュートっていう風なワーディングをなんかわざわざ使ってるのかみたいな、そういう風なワーディングの一つ一つからなんか要するにこういうモーション作った人はなんかどういう風な分析を出してほしいのかなっつったり、どういうワーディングを分析してほしいのかなってことをなんか考えて、そこから分析をそういうのを忘れずになんか分析することが大事です。もちろんジャッジとしてもなんでこれプロセキュートなんだろうなみたいな感じで多分思いながらなんか多分ラウンド見に行くと思う。そこでなんかそのプロセキュートみたいな話を、なんでプロセキュートがユニークに重要なのかみたいな話をすると、ああなるほどっつってやっぱりコントリビューションがでかいっていうのも、やっぱりなんかジャッジもこれなんでだろうみたいに思ってることをなんか解決してくれたチームっていうのはなんか印象がいいし、なんか説得力がすごい高まる。からなんかその意味のないワーディングっていうのは基本的にモーションにおいて使われてないし、なんかそういう意味のないワーディングっていうのは入れないから、全部意味があるワーディングなので、その意味ってものを絶対に見出すようにしてください。なんでこいつなのかみたいな。でまずワーディングの分析ってものはなんかその BP においてすごい大事、まあ他のにも大事なんだけど BP は特に大事っていうので、2つ目にそのワーディングだけじゃなくてそのモーションによってどういう人が影響を受けるのかみたいな。例えば今回っていうのはウィッチドクターと なんかプリーストとかエクソシーストとか書いてあるんだけど、まあ、こういうのなんかレリジョンの中でちょっとあの上の方にいる人みたいな、司祭みたいな、司教みたいな。ウィッチドクターっていうのはなんかマジナイとかで呪術してマジナイとかでなんか治す人みたいな。なんかこいつらがなんかプロセキュートされたら別にこいつらだけが影響があるわけじゃなくて、例えばなんかそいつらをなんか信じてる人たちも例えばこのモーションによってなんか影響を受けたりするよねみたいな。例えばなんかそのそういうふうなレリジャスハイクラスパーソンとかがなんかいきなりなんかコート連れてってなんか有罪とかになったら、なんかそのレリジャスパーソンとかはそいつらを信じてる人としてはどういうふうな気持ちになるのみたいな、どうなるのみたいな。だからそういうふうにこのモーションを取って巻き込まれる人たちの話を分析するっていうのがなんか非常に重要です。あとはなんかそういうふうに分析するところからなんかエクステンションが出てきたりだとか、そのまた新しい強いアナリストが出てきたりだとかします。例えばプリーストがかわいそうみたいな話をしてたとしても、例えばクロージングでそのなんかオベイしている人たちのなんかそのモチベーションとかを描いて、こいつらがなんか普通に現状でなんかすげえ苦しんでるんですみたいな、こいつらはすごい信じてて、こいつらはすごいなんかもう尊敬しててなんかついてったのに、いきなりなんかガバメントがなんかプロセキュートしてなんかパニッシュしてインジェルし始めたみたいな風な話を、例えばなんかオープニングでしなかった場合クロージングができる。だからそういう風な巻き込まれるアクターっていうものを分析したり、なんかワーディングを分析したりするだけで、例えばクロージングっていうのはエクステンションが出せたりするし、だからこそオープニングとしてはそういう風なエクステンションを出させないように、それもなんか自分のコントリビューションとしてなんか使うっていう意識が非常に重要です。じゃあ次、相手が言ってくることにあらかじめクラッシュです。なんか、まあ、これはなんか、まあ、そうだね、まあ、よく初心者というか、 なんか始めたばっかりの人、まあ、だけじゃないけど、まあ、見るんだけれども、なんか結構なんか
コンセンサスになることをなんか喋ってる人がいる、時間をかけてる人がいる。なんか何がコンセンサスになることかっていうと、そのオポジションが反対しないみたいな。ガバメントがそのアナリシスを分って出したとしても、オポジションが We accept みたいな、We concede みたいな感じで言って、そのラウンドにおいてなんかある程度のコンセンサスになってしまう話ってことに時間をかけてしまう人がいる。それはなんかやめた方がいいと思います。例えばどういうことかっていうと、なんか例えば Freedom of religion is important みたいな話を多分出したとする。なんでインポータントかっていうと、それがなんか人々のモラリティをクリエイトしててみたいな、精神的支柱になってるみたいな話をしたとしても、なんか多分オポジションはそこにもう否定してこない。いや、宗教っていうのは別になんか精神的支柱じゃないんだみたいな、大事じゃないんだみたいな話をする、多分オポジションはあまりいない。例えば今のモーションでなんかにしても、なんかどの程度までなんかガバメントがその要するにその宗教に対して関わっていいのかみたいな風なディベートであって、そのレリジョンが大事かどうかのディベートではない。だからもしなんかガバメントがなんかフリーダム・オブ・レリジョン・イズ・インポータントみたいな話に例えば3分とか4分とかかけたとしても、なんかオポジションが OK、リアクセプトみたいな感じ、 But religious freedom is not absolute みたいな、絶対じゃないみたいな、これで終わるみたいな、そのレリジョス・フリーダムに4分かけたとしても、アブソリュートじゃないから、結局どの程度まで許してあのそのレリジアスフリーダムの侵害をどの程度まで許さないのかっていう風なディベートをしましょうみたいな感じで、オポジションが言った瞬間にそのレリジアスフリーダムがインポータントみたいなことはコンセンサスになる、オポジションもそれは認めてますみたいな、でもそれが絶対ではないですよねみたいな。だからこそ何がこのなんかラウンドにおいてそのコンセンサスになって、どこでそのオープニングじゃなくてガバメント側プロポジションとなんかネガティブってものの見解が分かれるのかっていうところを、なんかモーションが始まる前にある程度認識しておいて、そのクラッシュを強めるようなアナリシスを出すっていうのは非常に大事です。例えばどのエクステンド、どの程度までなんかレリジョンをなんかインベルできるのかみたいな話が今回クラッシュになるなみたいな感じで、今回向こうはこの程度は許さないみたいな、こっから このケースは許しちゃダメみたいな、こっちはこのケースは許すみたいな話をするんだなみたいな、でなんでこのケースは許していいのかっていう風な、じゃあアナリストを詰めればそのクラッシュにおいてこっちが有利になれるんだなみたいな話で、最初からなんかその自分なんで今回のケースにおいてレジャースフリーダムのインベージョン許されるべきかみたいなところの話をだけをすごい強化してた方が、レジャースフリーダムの話に何分4分5分かけるよりはなんかよっぽど効果的だし、そのよっぽどなんかディベートが、よっぽどというかもうよりディベートがなんか深まります。だからなんかクラッシュポイントというか議論の分かれ目ってものを見つけた上でプロポジションとネガティブの、そこにプレパの時点では時間をかけてください。で、なんかここにまあケースエグザンプルの次のページにモーションがあるみたいな。なんか相手の主張をなんかプレパで考えることから始めてみる。例えば、なんか This house believes that freedom of speech should include freedom of offense みたいな、なんかその、なんかそのスピーチの自由みたいなは、なんか他人をけなすみたいな、他人を攻撃するアクティビティみたいな、そういう風な自由までなんか含まれるべきだ。例えばなんかヘイトスピーチであったりだとか、なんかそういう話、なんかよくヘイトスピーチってのはどういうことかっていうと、なんかその一つの民族をなんかアクティブに貶めるようなこと、例えば一つの民族というかなんかカテゴリーの人、例えばウォーマンであったりだとか、黒人のブラックピーポーであったりだとか、なんか LGBT みたいな、レズビアンとかゲイとか、そういう人たちをなんかアクティブに落とし込む。例えば、なんかゲイはメンタルディジーズだみたいな感じだったりとか、なんかブラックはレスインテリジェントみたいな、頭悪いみたいな、そもそもみたいな話だったり、そういう話も含まれるべきだっていうのがこれ面白い。良いです。で、何が重要かっていうと、そのクラッシュを見つける上で、まずなんかオポジションが何を話してくるかっていうのは絶対いいこと、ガバメントとして。もちろ なんかフリーダム・オブ・オフェンドとかを許すんだから、基本的にはオポジションっていうものは、いや、なんかディスクミネーション増えるよねみたいな、人々傷つくみたいな話を多分してくるなっていうのが結構まあ容易に想像がつく。だからこそ、なんでそのディスクミネーションっていうものがなんかそもそもなんかこのプランを取ったとしても、なんか普通に起こらないのか、もしくはむしろなんか解決するのかみたいな、なんか話をなんか最初からなんかガバメントの視点で入れておけば、なんかよりそこがすごい大きいクラッシュになるし、
なんか議論が深まるなっていうふうに予想ができるわけ。向こうがもちろん絶対こういうふうな主張をしてくるんだから、そこに対するあらかじめアナリシスを詰めておけば絶対にクラッシュするし、そこで考えた話っていうのは絶対無駄にならない。そのさっきみたいにコンセンサスにならない。だからこそなんかクラッシュを見つける上でのコツっていうのは、相手が何を言ってくるかを考えた上でそこに対する話を考えておく。例えば向こうがなんかそのディスクリミネーションが増えるみたいな話で言ったら、いやなんか黒人がバカだみたいなことを言ったとしても、なんかそれは違うみたいな、そういうふうなカウンターディスクロスっていうんだけど、なんかそういうふうな反論っていうものがなんか常に来るよねみたいな、みんなからみたいな。だからこそなんかそれよりその反論が世の中において顕在化する、要するになんかたくさん出てくるから、そういうふうなディスクリミネーションっていうのはなくても別にそんな起こんないよねみたいな話であったりだとかを、なんかそもそもなんかオープニングのなんか例えばプライムミニスタースピーチの AP のアナリストのところで入れておくみたいな。そうするとなんか早い段階から議論が深まって、その結局なんかセカンドスピーカーからようやく議論が深まって、深まりきらないでクローズングに取られるみたいな、なんかケースが防げるんじゃないかなと思います。よし、じゃあ次いきます。比較コンペアで、このコンペアで重要なのは、今比較するときのコツは2つあるってなんかコンペアはさっき言ったみたいにすごい重要です。っていうのも、そのさっき言ったみたいに、なんかコンペアが終わってないとクローズングを持ってかれる可能性があるから、その話を。で、何が重要かっていうと、一つ目に相手が立ってることを仮定してください。相手のなんかアーギュメントが立ってることみたいな。っていうのも、なんか立ってるか立ってないかっていうのは、結構クローズングにならないとわからないケースが多い。っていうのも、なんかクローズングもそのオープニングの話に対してリフュートできるわけだし、そのリーダー、ディプティリーダーオプジションもなんかリフュートできるわけだから、なんか OG に例えばいる時点では、自分の話が結局立ってるのか立ってないかっていうのが、想定がつかないケースが多い。だからこそ、いかに相手の話が立ってたとしても、自分たちの話の方が強いのかっていうものを、なんか立ってる前提でコンペアするっていうのは非常に重要です。で、どういうふうにコンペアの基準があるかっていうと、まずクオンティティだよね。ナンバーどっちの方が多分人助けられるのみたいな。お前らの世界ではなんかこういう風な大人の子供もなんかレリジャスパーソンも全員死ぬみたいな。死ぬはなんか大げさかもしれないけど、全員なんかライトがインベードされるみたいな。でも俺たちのパラダイムだとなんかこんだけの人しかなんかハームがないよねみたいな。どっち助けんのみたいな。向こうのが立ったとしても俺たちの話の方、俺たちの世界の方がいいみたいな風にコンペアするみたいな感じだったりだとか、例えばなんかこれがクオリティ、クオリティみたいな。で、なんか確かに俺たちたくさ なんか受ける影響を受けるかもしれないけど、そもそも影響少ないよねみたいな。お前らなんか確かに可能性は低いかもしれないけど、人死ぬよみたいな。ライフだよ、ライフ死ぬみたいな。ライフなくなるみたいな。だからこそ、別に俺たちの方をプライベートにすべきみたいな話だったりとか、いうクオリティでなんか比べたりする。で、まあ、オルタナティブ。別になんかそっちのプランは、別にこのプランじゃなくても解決できるとかいうことだったりする。で、なんか重要性を下げたりする。で、こっちはオンリーウェイですみたいな。これしか解決できないみたいな。お前らこれでも解決できる。はい、どっちやのみたいな。はい、俺やみたいな。そういうコンペ。次いきます。で、じゃあちょっと比較の練習なんだけど、なんか This house believes that state has a right to spy on its citizens。要するになんかアメリカであったよね。そのなんかスノーデンのやつ。なんかアメリカがなんかシティズンのなんかプライベートインフォメーション、プライベートインターネットネットワークをなんかアクティブにスパイしてたみたいな話。そういうのは許されるかどうかみたいな。だから基本的にこれのクラッシュっていうのは、多分ガバメントがなんかセキュリティが重要みたいな。インフォメーションをギャザーしないとなんかそのプロテクトできない。例えばなんか Facebook でのなんか例えばおとり操作をしたりだとか、なんでかっていうと、なんか例えばチルドレンが誘拐、なんかそれで近寄ってなんかチルドレンを誘拐したりとかいうケースがなんか Facebook で存在したりするから。そういうふうなインフォメーションがネセサリーである。あの人々のなんか生活とか、なんかヘルスとかセキュリティを守る上で。で、多分オポジションは、いや、プライバシーが重要なんだよね。俺のなんか見てる情報をなんか誰かが第三者が見てるとか、マジ許せないみたいな。プライバシーが重要みたいな。で、そういう時になんかガバメントがどういうふうに攻めるかっていうと、わかったわかったみたいな。わかった。確かにプライバシーは侵害されるみたいな。いやでもこっちが守りたいのってテロだよ。テロをなんかそのストップしたいみたいな。でチルドレンの誘拐をストップしたいみたいな。こっちは人を命とかライフとか、命とかヘルスとかそういうものをなんか守りたいのか、身体フィジカルとか、まあ、身体の安全とかだったり。でも向こうはプライバシーだよねみたいな。
でもプライバシーがなんか侵害されることってそんな何か確かに問題あったとしてもこっちの方がプライバシーすべきだよねみたいな話をそのディプティのところでコンペアしていくことでもうその時点でなんかある程度なんか王子の話の方が強いなみたいな感覚がなんか感じが持たせるからコンペアってものは非常に重要です。はい、次のページで王子になっても焦る必要はないです。なんかここはいろいろなんか英語で書いてあるけど、なんか王子っていうのは結構やめんどくさいなみたいな、やばいな王子かみたいな、怖いなみたいな風になんかみんな思う、世界の人も。でももしなんか王子がそういうのちゃんとケースセットとかをちゃんとして、なんかユニークネスとかをちゃんと自分の有利なように分析してしまって、オポジションにその優位を与えなかったり、クローズングにあのアーギュメント出すなんか余地を与えなかったりすれば、もうほとんど OG のゲームになる。そのみんな他の 3チームっていうのはいかに OG が分析しなかったところを漁ってなんか頑張るかみたいなことしかできなくなるから、 OG っていうのはもうまくやればなんかゲームを牛耳れるような存在なので、まあそんなに気にしないでください。そもそもなんか OG はなんかそもそもなんか他のやつらが出してきたアーギュメントに対してのなんか臨機応変さっていうものが、まあそこまで望まれないっていうのも、なんかエンゲージできる機会がディフティプライムリーさんに1回しかないから、だからちゃんとなんか自分で丁寧にやっていけば、なんか相手のが強い弱いに関わらずなんか安定した結果を残せるのかなっていうふうに思います。でストラクチャーに関するティープス、まあ、ここからちょっとスピードアップしていきます。なんかここまでで質問あるかな。じゃあストラクチャーに関するティープスで、まあなんか、まあ、これは多分なんか OC とかオープニングだけじゃないと思うんだけれども、サインポストをなんかきちんと作りましょう。何がサインポストかっていうと、アーギュメントのなんか名前みたいな First reading, we're going to talk about みたいな、 Secondary, I'm going to talk about みたいな感じで言うと思う、 How みたいな、 People are suffering right now みたいな、そういう話をすると思うんだけれども、なんかこれをちゃんとなんかバーデン、まあ、何かっていうと、その何を証明したかっていうのが分かるような名前にしてください。なんか結構ジャッジがなんかその場なんか裁量評価するときになんかそいつが使ったなんかサインポストってものを見てなんか貢献っていうふうに見なす場合がある。どういうことかっていうと、例えばこっちがこれについて話しますっていうふうに言ってたら、なんかジャッジはこいつらこれについて話したんだなみたいな思って、なんか OG はこれについて話したんだけどみたいな、そのサインポストをなんかそのまま貢献っていうふうに捉えられやすいから、自分たちがこれを証明しましたよみたいな印象を出すために、その証明をしたいもののワーディングとかを使ってなんかサインポストを形成する。要するに私たちがこれを証明したよっていうふうに主張したいものの名前を使って、もののバーデンとかメカニズムだったりとかそういうものの名前を使ってなんかサインポストを作ると、なんかよりジャッジに印象づけやすいです。よし、いきます。で、ポイに関するティップス4番です。で、BP においてポイントインフォメーションっていうものはなんかすごい大事です。なんかポイントインフォメーションをなんかすごい立つか立たない、立たないかだけでなんか結構すごいクロースになってる場合とかはなんかちょっと評価が分かれたりとかは、なんかそれをリーズンにしてなんか評価されるジャッジもいます。まあ、全員がそうではないけれども。で、オープニングハーフの場合、まあ、ポイっていうのは結構なんかみんな相手を邪魔したりとか、 なんかそういうふうには思ってるかもしれないけれども、なんかちゃんとその何のためにポイをするのかっていうふうな目的意識を持って、ちゃんとポイっていうものをは本当に貴重なので、なんか意味のあるポイをなんかするようにしましょう。例えばどういうことかっていうと、なんか一つ目になんか自分たちのアーギュメントの不足部分を補うとかだったり、まあ、どういうことかっていうと、例えばなんかコンストラクティブスピーチ、要するにプライムミニスターとディプティプライムミニスターの時にその AP のメカニズムをちょっと忘れてしまったみたいな、ちょっと一個それかなんかいいの思いついたみたいな、それちょっと欠けてるから足したいみたいな時にポイをぶち込んでAP の例えばメカニズムを投げ込んだりするみたいな。だってこういう人たちってこういうことじゃんみたいな、だからこそ俺たちのプランっていうものは絶対にワークするんですみたいな感じでポイを打ち込んだりとか、例えばなんかその
オープニングの場合は特になんかクロージングの話を意識した行為をなんか立つことが面白いかなというか重要かなと思います。例えばなんかクロージングが出してきた話になんか一番要するにそのアーギメントがそのラウンドの中で重要な役割を果たしたかどうかっていうものをなんかジャッジに印象をつけるためにはなんかそのアーギメントをなんかその他のサイドが出してきたアーギメントに結構結びつけることっていうのが非常に大事。もしそのアーギメントを結びつければこのアーギメントっていうのがなんかこのラウンドにおいてすごい重要な役割を果たしたっていうふうに認識されやすいから。だから例えばなんかもちろんオープニングの時点ではクロージングが何を言ってきたかっていうのは本当にわからないんだけれども、そのクロージングが例えばアーギメントを出してきた話に対してポイントオブインフォメーションを出して自分たちの話をなんかそのクローズングが出してきた話に対してなんかクラッシュさせるみたいなことがなんかポイントでできています。例えばなんか向こうこういうこと言ってきたけどみたいな感じ、それって俺たちの話の方が大事じゃねみたいなコンペアをしたりだとか、俺たちの話が立っている以上そもそもその話は立ちませんみたいな話だったりだとか、アクティブになんか自分たちの話を使ってなんか相手を潰しに行ったりだとか、自分たちの話をなんかもっと前面に押し出すポイントオブインフォメーションっていうのが大事になってきます。なんでかっていうとそのビビは長いんです本当に。なんか終わった後に42分間王子が放置されるみたいな、王子のオープニングが終わった後だからこそなんかジャッジも印象が薄りやすい、何言ってるっけな王子みたいな、クローズングがすごい激しくやってたりとかしたらなんか OG とか王とかの印象が薄れやすいから、だからこそなんか自分たちの話を忘れさせないようにジャッジに大したことなかった感じを出させないようにポイントオブインフォメーションで自分たちの話をもう一回思い出させるっていうのが非常に大事です。次はオープニングハーフがのどういうふうになんかポイをアクセプトすればいいかみたいな。一つ目になるべく強いチームから取った方がいいです。英語聞き取れない、あまりにも聞き取れないみたいな、本当にダメだみたいな時は、まあ、しょうがないな、なんかちょっと避けているのもしょうがないと思うけれども、できるだけ強そうな、 なんかチームにから取った方がいいです。そうしたらなんかそこのチームと絶対なんかそのポイントを取るってことはそこにエンゲージしなきゃいけないからクラッシュするし、そうするとなんかそいつらはなんか OO だけじゃなくて例えば CO ともクラッシュしてたみたいな感じで、OG のなんか存在は本当になんか良かったみたいな感じに取られやすいし、なんかそのクロージングからなんかある程度取るっていうのもすごい重要で、クロージングから取ることでなんかそいつの議論を引き出してそこに対してもう OG の時点でエンゲージしておけば、なんか OG は OO だけじゃなくて CO にもとりあえずエンゲージしてたみたいなふうなコントリビューションにも取られる。だからできるだけなんか自分がなんかラウンドに関わった黒のとおりなんかをあのオープニングバトルソークローズにも関わったよみたいな意識づけをするためにうまくポイをアクセプトしてください。一人のスピーカーにつき一回は取った方がいいと思います。そっちの方が印象はいいです。一回は取らないとなんかちょっと印象が悪くなっちゃうかなと思います。でオープニングの時は例えばなんかその自分の例えばサイド、例えばオープニングガーメントにいたらクロージングガーメントのポイっていうものをなんか聞くことも重要です、まあ、取らない、これは関係なくて座ってるんだけど後ろでポイを立ってそれをちゃんと聞くことが重要っていうのも、そのポイっていうものはクロージングガーメントが出してくるなんかアーギュメントをある程度代表している可能性が高いから、それを聞いた上で例えばディプティープライムミニスターのスピーチの例えばオパチュニティが残ってるとしたら、ディプティープライムミニスターがクローゼンこういうこと言ってくるんだみたいな感じで言って、もうそれを例えばもう自分のアーギュメントで取り入れちゃって、なんかそのあらかじめなんかクローゼンガーメントに何も言わせないようにするみたいな手段が取れてます。です。じゃあ次いきます。最後ビルドユアコンフィデンスです。まあ、OG は特に緊張すると思います。なんかもうなんか BP は本当なんかたくさんの人見てるし、8人みたいな。結構緊張すると思う。なんかこれから長いディベートの始まりみたいな。でもなんか、まあ、ディベートにおいて何が重要かっていうと、やっぱ自信があるそうに見せることがなんか非常に重要ですね。これはなんか上から目線というよりは、要するに自分の話に自信を持つ。堂々とするっていう風な話ことがすごい重要で、その堂々としてれば知ってるほどやっぱりなんか印象はジャッジとしての印象はいいし、もちろんジャッジもなんかそいつらをアクティブになんか順位を下げづらくなる、こいつら自信すごいありそうみたいな、順位下げたくねえなみたいな、4位とかつけたくねえみたいな風に思うジャッジもいる実際から、なんか絶対なんかコンフィデンス
なんかしょぼい話をしてたとしても自信満々に喋ってください。それがなんか非常に重要です。BP においては本当に印象ってものもなんかその順位をなんか下げる要因になったり上げる要因になったりするから、しかも1位から4位みたいに順位を動かすのが比較的容易だから、だからこそなんかコンフィデンスを持ってスピーチすることをなんか本当にお勧めしたいなと思います。よし、以上がなんかオープニングハーフの一応レクチャーになります。何か質問ありますか？大丈夫。じゃあごめん、ちょっと相当時間オーバーしちゃったんだけれども、次はクローズニングじゃなくてエクステンションにちょっとビップに移りたいと思います。お疲れ様です。